どうもオベラです。それではスプラトゥーン3やっていきたいと思いますが、皆さんよろしくお願いしますということで、さあでは今回はガチアグラですね。今回は横の方からいきますか。構成がすごいですね。ガロンガロン、スクリュースロッシャー、スクリュースロッシャー。おっとこれは、あーロボットボムが来てた。あれ追跡してきて強いんですよね。さあただリードはしてっている。 OK。 さあデス取らないように、さあナイス送ってって、ロボットボムを9番ボム注意した。あこれサムライド注意、サムライド注意。いやあれを避ければ、サムライドまっすぐなんですけどね、結構範囲が。いやけどもめっちゃ進んでる。 OKOK。 よしこっからは横から撃たれない注意して、柱をガードしつつ、オッケー、出発戦車を使えた。オッケーオッケー、さあ一回降りたりとかして、よし行くぜ。よっしゃい、味方が強かった、味方が強かったですわ。よかった、めっちゃ順調に進みましたね。ノックアウトやったやった。フェスティ切るの忘れないようにですね。今ねこれはもうだいぶ前でなんで、あれなんで、なんで、あれなんですけど。いやーよかったよかった。そんな感じで。さあ、マッチングしました。皆さんよろしくお願いします。ということで、この構成は強いかもしれない。ガロンガロン、スクルースロッシャー、スクルースロッシャー。アイテムいますね、スクルースロッシャーで。やっぱ弱体化されたとはいえ、やっぱ強い。そんな使ってる人は減ってないと思いますもんね。まあそんなんで、さあそんな感じで、さあ壁 OK か、壁 OK、 壁 OK、 スプラッシュシールド、さあスペシャル溜まったんで使って、ナイス送ったりとかしていきましてからの、さあでは進めていきますか。 OK、 カウントリード。さあでは前の方やってって、壁置いて、これスプラッシュシールドもっと前に置いても良かったですね。おっとガチアグラを戻された、奪った。 OK、 ナイスです。ちょっと前、これスクルースロッシャーですよね。やっぱ OK、 ナイス、生ナイス。よっしゃ進んでる進んでる、 OK、 進んでいければ。いやー OKOKOK、 ポコだったら運ばないといけないんですけど、ガチアグラ自動で進むんで、自動運転みたいな感じでいいですね。これなんとかスペシャル打っていく。あー惜しい。 OK、 ナイスだな。おいー、さあ半分ぐらい進みましたね。48までいって、あえて97、第2関門いった。ナイスナイス。いやー9番ボム強い。やけどナイス、遅れナイス送って、キョ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 、一歩引いて後ろで行って、前が倒れたら乗ってとか、そういう繰り返しも結構大事ですよね。さあナイスでもナイス。さあ横からスプラチャージャー、横からよく来てましてね。さあそんな感じで横からよく、ちょい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 、さあ今度は相手の反撃の番か。リードではナイス遅れ。いややっぱナイス玉2人いるんで、いやいいですね。 OKOK、 大丈夫であります。キューバーボム注意。いやーインクで足が取られて、いー、さあこっから注意。よし、これは、あ、いますね、これは。いる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 。いるぜ、いるけど。よし、集合行って。相手は、ねえ、潰していきたいが。いや、スペシャル使って足取られないようにインクで。あ、後ろいる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 。うわー、犬ザッパ85。さあ、ナイスナイス。OK。ナイス、しっかり送っていきましてからの。
さん、ここから進ませないようにしていきたい。10番ボム注意、隠れてる人もいたんで、結構横側あえて塗ってきてるんで、それ注意。しっかり乗り潰していきましてからの、相手横取ってますね。横隠れて潜んでっていう。うわあ、これはちょっと相手もナイス玉。これはちょっと結構余裕があったけども、結構倒れないように、オッケー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 、しっかり耐えてって、うん、オッケーオッケーオッケー、ナイス、よく奪った。ではこれちょっと誰かしら倒したい。誰かしらを、オッケーオッケー、いった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 。さあ、あとはしっかり乗って、こっから矢倉進めづらいんですよね。ここ進んでいければ結構、おっと、あースプラチャージャンか、一発で仕留められる。なかなか面白い武器ですね。ボム使えますし、リッターと違ってボムが使えまして、オッケー、ナイスナイス、よく倒した倒した、よし、ナイスだ、まあナイス。あとは残り時間少なくなったんで、冷静にいけば、さあできるだけスペシャルとか貯めて使っていきたい。ここでスペシャル使えばもういよいよ、ナイスナイスナイス、オッケーオッケーオッケー、来た。いやースペシャル溜まって、いやー弾性ボム強い。あ、ナイスナイス、オッケー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 、はい、よかった。フェスの時フェスティやってで、スロットクリーニングとか安いんで、ギア集めいっぱいしたいなと思いますね。皆さんもやっていたらいいと思います。おすすめです。さあ、マッチングしました。皆さんよろしくお願いします。ということで、ギア集めると結構大変なんですよね。たくさん集めておくといろいろできて、 3.9 ギアとかね、メインのもともとついてるのが1で、あとが 0.1 でカウントするみたいで、だから 1.3 になって、で3つのギアがあるので全部で 3.9 みたいな、そんな感じで、なるほどなと思いつつ、どっから 3.9 が出てくるのかなと思って、レミオロメンかよみたいな感じで思ってたんですけど、さあ今回はあれですね、ガチ歩行なので、歩行をしっかり運んでいきたいと思います。さあ、では、あー、ちょっと相手どんどん速い、どんどん速いぞ、どんどん速いぞ。さあ、まあちょっとは進んだ。これ左側もあるんですよね、持っていくところが。結構左側行った方がいい場合もあるかもしれない。これ結構トリプルトルネードとか強いかもしれないですよね。3箇所行けて、 OK、 割った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 、あそこでなんかノリが強い人がいる。持ってきまーしての、一応進みましたね。 OK、OK、少しずつ進んでって、ガチ歩行のバリアであれが爆発して倒せたらめっちゃ大きいですけどね。 OK、 ナイスナイス、横枝後ろから来てる、後ろから撃ってくるっていう。さあ、一旦引きたいですね。引きながら守って、あの矛の攻撃注意しつつ、矛がこっから乗って高台からビーム撃ってくる場合もあるんで、そんなんも注意して。あ、来た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 、オッケーオッケーオッケー、ナイス、よく潰した、よく潰したぜ。逆にあれ取りに行くために崖を回らないといけない。これがオッケー、これスペシャル使って矛絶対見失わないように、ここ見失わないようにした。あー、うまい、ここにグレートバリアはうまい。あ、やけどここの場所取ったら強いですね。さあ、ここ奪ってこれば、いよいよこちらに、あ、いる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 。さあ、避けまくったりとかして、うーん、やられるか。とりあえず、まあリードではあると。トリプルトルネードも使ってみたいですね、面白そうで。ヒーローモードとか、なんかサーモンランですかね、やってたなんかありましたね、使える武器が。さあ、グレートバリアがずっとここにあるんですけど、さあ場所としてはいい。ボム注意しつつ、
オッケー。で、スペシャルを使っていきましてからの、ナイス、よく持ってった。オッケー、倒した、倒した、倒した。さあ、そんな感じで、まあ、でも、15までいきましたね。オッケー、オッケー。あ、これ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 倒したい、これ倒したい、これ倒したい、これ倒したいよ。相手逃がさない。逃がさないように、逃がさないように、ああいう系でも、OK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 、逃がさなかった。おい、グレートバリアが、ああ、今度は逆に相手がめっちゃ進んでる。一応、ここ登りたい。OK。今度は逆に、OK、交代してる。よし。ああ、逆にこっち来るかもしれない。ああ、こっち来そう。OK、OK、OK。さあ、相手も結構進んできました。69まで。さあこれ割ってワイパーときた。これバリア注意ですね。バリアで倒れてしまう場合があるんで、よし行くぜ。うー、出ました、リッター 4K。 リッター 4K か、使ってたら楽しいですよね。よし、これは割るのも大事ではあるが、いやー、ボム、ボムやられた。打ち合いで勝てないと思ったボムを投げるのは賢い。うーん、まとめていけるし塗りもいけるんで、さあこれ絶対潰さないといけない。これ絶対に、あー、こっちからも来るパターン。よし、これは持っていこう。あー、インクが、インクが、インクが、ボム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 、ちょんま、足場取られないように、足場取られないようにして、ナイスナイス。よし、出ましたグレートバリア。さあ最後で逆転される場合とかそんなんもあるんで、最後までしっかりと、あ、奪われた。これ絶対絶対奪い返す、絶対。オッケー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 。いやー、みんなよく頑張りました。ガチホコもヤグラもエリアもアサリも全部面白いのでね、めちゃくちゃ売れてまして、やっぱ面白いですね。さあしっかり決めポーズ決めて OK。 まあそんな感じで、さあマッチングしました。皆さんよろしくお願いしますということで、さあ一応相手が残りづらいようで塗っときましてからの、まずは割っていきまーすよ。さあただ相手の色に変わった。あ、これはちょっと近づくと危ないかもしれない。いやー、そうそうそう、危ないわけです。ああいう場合は。ガチ方向に爆発やられてしまう。ただよく防いだ。相手が距離取っていた方がよくて。サメガホンレーザー注意からの、一応こっちも乗って、これはもう絶対取っていきたい。で、よっしゃ、こう置くとかあれば、ナイス、いけたいけたいけた。ちょっと上の方がインクがあっていけるかなと思ったんですけど、いけましたいけました。しかも相手を倒してからのスペシャルも使っていけました。あー、まあ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 、あとはここをしっかりと、ここを行けばカウントが一気に進んでいきますので、それがしっかりいけるかどうか、ちょっと回復して、で、ここの人をしっかり守っていきたい。さあ、あとここを、さあ、しっかりとドリンク飲んで、あー、9番ボム注意、9番ボム注意。やっぱボムは強い。あー、来た来た来た、あの、ショックワンダー、ショックワンダー。OK、倒した、2人倒した、大きい。そして、これは強い。よっしゃ、倒した倒した倒した、これは行こう。さあここ登っていけば9番ボム注意だけど、進めた進めた。 OKOKOK、 もう間もなく、もう間もなくですね。ここ割ればもういよいよなわけですけども、さあこれは、あ、いるいるいる、スプラッシュシールド、スプラッシュシールド。 OKOKOK。 さあ OKOK、 強い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 。ああ、これ巻き込まれる、うまい、矛の人、うまい攻撃。あー、こっちから来るパターン。さあナイスナイス。
さあリードされるわけにはいかない。さあしっかり乗っといて相手が行きづらいように足場しときましてからの OK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  壁越しに。さあちょっと待って、ちょっと待ってよ、ここ逆に今度はね、こっちから行ったりとかしてもいいかもしれない。こっちからも行けるんですよね。ああ潜ってる人がいた。こっちから回り込んでいったらいいかなと思って、潜んでる人。さあワイプアウトっていうことは一旦引いていく必要がある。さあそれでは、ああ相手結構インクが、ショックワンダーが、オッケー、中央中央中央、ちょっとしっかり塗っといて、これ割るのが OK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 。 こっちがしっかり割ってっていきましてからの、敵がいる状態で矛を持たない方がいいですもんね。あーこれ、あークワッドホッパーブラック、横にスッとかわせるやつですね。シュッとかわせる。さあこれはオッケー。相手に背中見せてしまったけども、ここの人倒したのは大きい。さあ問題はこっから防いでいくと、さあ相手も絶対に頑張ってくるので、さあこれは割れますね。オッケーオッケーオッケー。さあこの辺の敵を倒したい。ボム強い。さらにボムからのスプラッシュシールドは、さあとりあえず相手進ませないようにしていきたいが、 OK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 。 こちらからパターンですね。あこれ巻き込まれないように注意しつつ、あいける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 、 OK いけるぜ。取ってメガホンレーザー注意して、メガちょっとほんま、いやーもったいない。向こう側行きたかった。メガホンレーザーがいい感じで絡まってきて、ここ持ちながら、相手そんな進んでんの、リードしてたのに、まあこんなこともありますね。めっちゃ早かったですね。あらー、あそこからここまで運んだのか。まあこんな場合もありますので、まあそんな感じで、さあマッチングしました。皆さんよろしくお願いしますということで、さあではしっかり乗っていきましてからの、まさかの逆転負けとかそんな場合もあるので、さあバリア注意してしっかり引いていきながら、敵がいっぱいとかボムが、いやーインクが引っかかった。あとほんのもうちょっと下がれたらよかったけども、範囲が広い、ボムが強いわけですわ。矛持ってる時とかボム来たら最悪ですもんね。まあ逆にそれをやったらいいっちゅう話で、さあナイス、わーいと置いてくるか。ゲートマリアの逆に今度は こっちが持っていく必要が、あースペシャル使いたかった。ナイス送って、OK 持ってってますね。大丈夫ですね。 OK 進んでる進んでる。そしたら僕をしっかり守りながら、敵がまとまっている。あースプラッシュシールドの前に来た。あー角がある人強い。シャープマーカー強いですよね。さあこれ以上持っていかせると、ここ登られたらいよいよなってしまうんで、なんとしても OK。 逆にこっちが持ってって、でやっていく必要が。さあスペシャルを使おう。でここをしっかりとサポート、ちょっとシールドを置いていきながら、ナイス。筆系がいますね。筆系がパブロ。さあこれをあとしっかり塗ってあげて乗れるように、
オッケーオッケーオッケー、ナイス。あとはこっから進めるかどうか問題。あ、3人、これはさあ相手のメガホンレーザー、これは絶対に阻止して進めていく必要が。ここの攻撃注意、ここの攻撃注意、いや筆パブロ注意。射程はないんですけど、近づいてしまうと至近距離でまとめていってしまう場合もあるんで。よし、オッケー、倒した倒した倒した。あー、けどマジで強い。さあナイス。さあこれで相手寄せすぎずに、ナイスナイス、オッケー、よく取った。さあこれを進めて進めて、ボム注意ボム注意、オッケー。よっしゃ、これは絶対絶対にここから進めて、はい、上にいるパターン。ちょ、ボムほんま、ボムほんまに、ここでポジション取ったら強いでしょ、ここでポジション取ったら。あとほんのもうちょっと若葉シューターでやられた。さあ残り時間まだちょっとあるので、ここから逆転していきたい。シールドが、相手絶対シールドが出てこない。グレートバリア張って出てきたら倒しやすいんですけどね、そんなことはしておこない。ナイス、ダマ、ナイス。よし、これはあれか、ホップソナーとかあったら強い。さあこっからの逆転を、さあしっかり取っていきましてからの、こっからの逆転を。相手敵がいるんですよね。あ、相手が持った。だけどこっちを先倒したかった。さあ残り1分、こっからいけるか。42と60なんですけどね、差は。よし、さあ行くぜ。さあこれはマジで OK、 2人倒した。こっからの逆転を、最後まで勝負は分からないんで、オッケーオッケー、あそこまで持ってってる。ここにいる、この人は絶対潰す、絶対に。あー、よく持ってった、カウントリードした。あとはここの矛を、あ、ガニタンクが強いわ。逆に相手に割ってもらってから持ちたかった。爆発でやられた。これは絶対阻止、これはもう絶対阻止して、あ、オッケー、ナイス。延長戦行かなくてよかった。いや最後よく行きました。ほんまに勝負最後までわからない。最後のカニタンクは強かった。さあ塗りポイント、メガホンレーザー、注目された時間、表彰いただきまして、さあマッチングしました。皆さんよろしくお願いします。ということで今回ガチの子ですね、これピョンっていったらいけるんですけど、落ちるの怖いですね。さあちょっと攻め体勢で行きたかったけど、いやー、矛の爆発ここまで来るか、このぐらいの距離だったらいけるかなと。結構範囲広いんで注意ですね。よし、防いだ防いだってなってくると、さあ相手は足場を作ってくる、足場を作ってくるので、それをしっかり阻止していきながら、 OK、 カウントリード。相手がこっちの道を作ってる間にさっと進んでる、しかもだいぶ濡れてる。 OKOK、 そしたらちょっと離れたとこか行って、これスペシャル食べて使っていきたい。いやー、やられてしまうか、それはもったいない。やけど倒してよかった。 OK、 あそこで矛を止めれば。さあここで焦らないように、これ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 、いる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 ので、いやー、ボールドバーカーでやられる。ちょっと待って、相手めっちゃ進んでる、相手めっちゃ進んでるぞ。関門突破された、こっから進ませるわけにはいかない。
これは絶対にこれ倒したいけどな。ここが安心して進めるように、ここが安心して進めるように。 OK ナイス。さあスペシャル使っていきましてからの、これ倒したい、これ倒したい。こう打ってたら倒せるんですけどね、相手足元打ってきてそれ避けて、ナイスナイスナイス。ちょっとでも時間稼いだりとかして、うわーあと1の差か。やっぱスクルースロッシャー強い。ナイス。ここから進ませるわけにはいかない。結構ここも塗られてるので、ここも塗ってた方が、あえて侵入させないように。あーこのあれあれあれ、あのホップソナーの、ちょっと待って、めっちゃいいとこに打ってくるナイス玉。これはまずいかもしれない。絶対に止めていく必要がある。いたいた。いやリードされる。あ落ちちゃった。ただワイプアウトは取ったので、ここでしっかり道を確保してスペシャルを貯めて逆転していこうではありませんか。10の3か。さあこれは道作ってスペシャル使おう。ナイス3本も注意しつつ OK。 さあしっかり作っていこう、しっかりと。いやスクリスローション、まあ、範囲が広い、範囲が広いけども時間稼ぎとかして OK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 。インクねしっかり塗って不安定になって一瞬の隙とかに。さあしっかり作っていきましてからのやられたけども、リアルスイーパーでやられた。さあここから間違いなく進んで、味方の縄張りは綺麗に塗られてるんで大丈夫。ここから進まれないようにしていきたくあります。 OK。 いやーあとはここから逆転を。さあスペシャル使おう、スペシャル使ってで OK、 倒した倒した。あとはこれを持っていこう、さっと持ってって足場作って、さあ行きますよ、バーっと行って OK。 相手落ちた。ああいうことありますよね、あるあるある。よかった、スクルースロッシャーが行ったことによって、あれはだいぶ大きいですね。これよく耐えた、よく耐えた、よく耐えて、頑張って耐えよう、頑張って耐えて、ここ耐えればカウントリーダー取ってる。 OK、 この辺り倒したい。いややけど残り時間が少しのとこでよくいった。これ逆に今度はしっかりと防いでいく必要がある。いいちょっと待ってよー、炭酸ボム3回爆発するんで、あとは防げば。これ絶対、これ絶対、これ巻き込まれないように。さあウルトラハンコ暴れさせないように、暴れさせないように。ちょっと待ってよー、今ほんま、あーダメージの蓄積が延長中相手が持ってる。ちょここから逆転されないように絶対に止める。ウルトラハンコがうまいこと足場を作ってるが、よく防いだ。それでは最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。チャンネル登録、高評価、 SNS フォローよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。